こんにちは、銀座一輪の三田崎です。またお会いできました。今日は襟元のお話をさせていただきたいと思います、ね、皆さん気にはしてらっしゃるんですけど、ついね、他の帯結びのことなんかに気をとらわれがちなので、襟元の印象についてお話ししていきたいと思います。最後まで見てくださいね。はい、長襦袢の襟元とか着物の襟元ってご自分ではあんまり見えないんですね。着物を着ている時しか見えない、ね、でも気をつけていただきたいのは、この襟元で着物姿の印象が変わるってことなんですね。私はここを、長襦袢の襟元を目指せ90度って言ってます、ね、90度っていうと、よく舞妓さんなんかそうですよね。すごいこう90度にすることによって襟のポイントが上がります。そうするとちょっとね、こうポイントが、目線が上がるっていうんでしょうかね、やっぱり若々しい印象を与えますね。ここだけ気をつけていただければ、長襦袢を、1.5 センチぐらいにしようと、これだとだいぶ印象上がってますよね。で、少しこういうふうに刺繍とか柄のものがあって、たくさん出したとしてもポイントは上に上がってますので、すごくね、若々しい印象がありますね。で、これを一つ、これを少し今度は鋭角にして見てみましょう。はい、では次に、長襦袢の襟合わせをちょっと鋭角にしてみました。だいぶね、ポイントが下がってますね。そうすると着物のこのポイントも下がりますので、着慣れた方の着方っていうかね、ちょっとこう若々しい感じとはまた違いますよね。着慣れた感じの方の着方っていう感じになると思います、ね、どんな風にお召しになりたいか、それぞれ目標とか印象とかご自分の中の思いとかあると思うんですけれど、襟元が重要ですよっていうのを一つ気をつけてください。先ほど の90度目指せっていうと、長襦袢の襟がこう胸を覆うように来ますので、着崩れしにくいということもありますね。で、今ここの長襦袢はここを取って、トップのところをね、今通ってる感じになりますから、ちょっと胸元下向くと開きやすいかもしれませんね。少し気をつけて、ここをポイントとして覚えておいてくださいね。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。素敵な姿を目指していきましょう。